こんにちは。今日は、はい、何でしょう。ズブリ飯です。ズブリ飯皆さん一度はあれどんな味やろうかと思ったことがあるでしょう、うん、私このパイ嫌いなのよねっていうあのパイです、はいはい、ニシンのパイでございます。はい、確かにあれどんな味なんですかね。俺めっちゃまずそうってずっと思ってた、うん、作ったことはないけどさ、うん、嫌いなのよねっていうぐらいの味なんだろうなってはなんかイメージはつくんですけど、うん、まああのどうあ映画の中では、うん、あのちょっとね若者たちが集うパーティーみたいな感じだったでしょ。何の映画ですか。魔女の宅急便。ああそういう喧嘩俺分からんもん。あ魔女の宅急便見てないのね。見たことありますよ、うん、2回ぐらい。あ覚えてない。もう、うん、記憶が、うん、若者のからすれば古い、うん、あ料理みたいな感じなんじゃないのかな。あのおばあちゃんの作るやつだから嫌いなのよねみたいなあれなのかな、うん、ニュアンスで。ただ思っても言わんでいいよ、うん、それは私、ね、せっかくおばあちゃんが作ってくれたとにとりあえず2品を、はい、ちょっとこれを解凍しようかな。んでもってこのニシンさ、このさっきハタ君と見たんやけどニシン本体ね、はい、ロシア産、はい、なんか小持ちニシンですこれ、はい、カツノコ、アメリカ産スメトモチ、わざわざ小餅じゃないですよね、小入れ、うん、小入れやね、小玉まあでも、小餅シシャモもあれなんか入れられてるでしょ。そうね、あれ注入してるっていうもんね、なんか聞いたことあるんですけど。それで、パイでございます。はい、かぼちゃとホワイトソースをベースにするらしいんで、はい、あたかホワイトソース得意やったよね。ホワイトソース得意なのかな。材料がニシン、小餅、はい、ちにしん、かっこ分けありって言うとってよかですか。本当にいや、分からないですけど。で、玉ねぎ、アボカドも使う感じですか。アボカドは使います。あ、違いません。違うんですね。こちら、牛乳、まあ、ホワイトソースでね、しめじ、はい、で、バターとかなどなどです、はい、器がこんなのないよね、グラタン皿みたいな。あるある。あ、あるもんね、はい、これじゃなくて。あ、それ焼けるかな、パイレックス。うぃ、んいけると思う。みんな大好きパイレックスね。はい、知らん。もう簡単ソースのレシピでいい。ホワイトソース、うん、何でもできればいいです。ホワイトソースね。なんか缶詰ないのかな。あれもちょっと思ったんだけど、うん、なかったな。なんかもうね、置くだけじゃなと思って、ね、そんでもってこのニシンのパイ、その魔女の宅急便では、うん、可愛く工作の形かなんか、まあ、普通にパイとしか、ありましたね、うん、分からんけど、はい、でですけど、本物のなんかね、スターゲイジーパイ、そうそう、スターゲイジーパイっていうらしい。本当のニシンのパイはこうやってね、パイから頭が出てる。あ、なるほどね、うん、こう、星を見上げてる。ニシンが星を見上げてるっていうパイらしい。これが飛び出てんの、こうやって俺見た目はね、これがほんとちっちゃいやつ、うん、がほんと刺さっててさ、なんでこの料理っていう見た目のやつは。俺も見たことある。はいはい、こういうやつです。だからまあ、頭飛び出させようかなってちょっと思ってます。はい、うん、かぼちゃをかぼちゃチンしようかな。かぼちゃだ。おー、かぼちゃだ。じゅーん、かぼちゃだ。かぼちゃだ。ここら辺はやっぱほら、あのジブリネタで全部まとめよう。下のジブリ。いや、なんか急にワンピース出されてる。いやいやいや、そこはボルサリーノやったでしょ今。急に出されてもワンピース。一回言ってほしいですね。ジューンで。ヤサカニの順番出す。ホタル。ホタルはなんか出そうだね。出そうね。ヒロシっていうか、マルコ。ヒロシっていうか、マルコの父ちゃんもヒロシで、しんちゃんの父ちゃんもヒロシだね。今こっちホワイトソース使ってます。はい、バターに小麦粉が大さじ2と牛乳が200〜250、固形コンソメが1個、もうなんかもうフライパンにそのまま全部入れますと。はーい、じゃあ、かぼちゃをチンします。はい、チンかぼちゃで牛乳が入って、こっちのホワイトソースも混ぜていく感じかな。はい、あと混ぜて煮込むのかな。で、とろみができる、うん、そう、中火にかけて
そっか、畑くんが得意なのはカスタードクリームか。カスタードもね、あっちレンジで簡単にできるからね。なんかそういうのこう、畑くんが作ってるイメージがあったからお願いしたけど、はいはい、あ、なんかいい香りのしめじや、いい香りのしめじ、スタジオしめじ、真っ白ですね。あ、書いてた、ホワイトブナしめじって書いてた。あ、で、思い出した、キノコをみじん切りにせんといかないか。みじんキノコ、レシピに書いてたのはエリンギ、うん、だったけど、まあ、こっちの方が香りが春巻きとかでも確かにあれですね、あーあの中華系の角切りというかなんかね、うん、ちっちゃな、うん、玉ねぎとエリンギを、あ、エリンギじゃない、キノコを炒めていかんかったですね、はい、よいしょ、ほい、はい、じゃあ炒めていきます、はい、はい、はい、じゃあ、めっちゃ柔らかい、柔らかい、うん、これホワイトソースに混ぜますはい、皮は硬いよ、皮は硬い、はい、はい、かぼちゃ出す、かぼちゃの、うん、皮をね、むかんといかん、はい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 、はい、熱くない、熱くない、よし、はい、はい、スターゲージのちょっとでかすぎるんで、うん、ここら辺まで落とさせていただきます、うん、はい、そしてお顔、を出して、はい、でペーシート、はい、ちょっと解凍しとかんとかペーシート、ペーシートすぐ溶けていくから、カーボンで、これを入れて、はい、ホワイトソース、ホワイトソースをで、チーズをたっぷり使うらしい、はい、うん、あのチーズでいい、うん、なんでもいい、かぼちゃ、にしん、ホワイトソース、チーズパイ生地、はい、の順かな、はい、そうですこのチーズも入れる、そうね、なんかチーズいっぱい入れるのが美味しくするコツですとは書いてあったけど、これを伸ばします。はい。はい、いけるじゃないかな。はい。薄くていいのかな。でも今思ったんだけど、大丈夫な感じ。お布団かけて。はい。念にしなさいね。これでいいの？お願いします。光を出すための。はい。地味。余熱終わったんで入れます。はい。お願いします。重たい。あら、来てこい。はい。じゃあ、とりあえず。10分。200度で10分。はい。その後、180度に下げて、20分ぐらい。はい。です。焼いていきます。はい。はい。はい。それでは、焼けたでしょう。はい、およー、だいぶ。出しますね。うん。よいしょ。あらら、なんか、汁が、うん、なんかすげえ汁が出てる。あ、違う。チーズ油。正解正解はい、はい、それではちょっと半分に切ってみますか。あ、パイはサクサクなったね、うんうん、はい、はい、よし、骨がボリンって骨があ、でも、うん、でもね、うんうん、美味しそうかもしれん、今のところ、はい、サンマみたいな、うん、ね、見た目だったね。今までパイ包み焼きは作ったことあるもんね、はい、うん、この間も作ったし、いや、美味しそうよ、うん、美味しそうですね、見た目めちゃくちゃ美味しそうです、うん、これ匂いもめっちゃいいね、うん、いただきます、はい、いただきます。20分焼けば大丈夫でしょう、まあまあね、と、身と一緒にね、うん、どうでしょう、あの、塩味一切ない、本当や、魚に下味とかつけとかんまとかな、うん、なんかつけ込んだ、塩で漬け込んだ方が良かったかもしれんけど、チーズと一緒に食べると、うん、うまい、確かに、あ、なんか、えらい油が、うん、ね、ほんと、なんかサンマ、イワシ系のミニに似たような見た目が、うんうん、いや、めちゃ好きかもしれんわ、うん、チーズのまあ、ちょっと若者のパーティーに出すにはちょっと確かに違う感じは、うん、あるかもしれない、しないでもないけど、味はめちゃうまい、うん、うん、ということで、はい、あのアニメの、うん、はい、ニシンのパイ
作ってみました。はい、美味しかったです。うん、はい、皆さんもぜひね、ニシンを、手に入ったら、ね、手に入ることがあるのか知らないですけど、作ってみてはいかがでしょうか。はい。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。スリオカサガヨカではキッチンカーゴルフスタジオも営業しております。はい、キッチンカーは神崎駅北、ゴルフスタジオはスリオカハウスの横にございますので、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックしてください。